こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画は、消費税の確定申告の締め切りはまだこれからです。消費税の確定申告大丈夫でしょうか？自分で消費税の確定申告作成して提出しなければならない方、今さら聞けない消費税の仕組み、ルールについて本日の動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書2冊出版しております。すべて概要欄から飛べるようになっていますので、ぜひ一度概要欄の方をご覧になってください。それでは早速本日の動画、消費税の申告について一緒に学んでいきましょう。それでは早速、提出期限はもうすぐ、今さら聞けない消費税申告について解説をしていきます。本日の内容です。消費税の申告の提出日なんですけども、令和6年は4月の1日月曜日までとなっております。これ本来はですね、3月末までなんですけど、3月31日は今年土日が入るということで、4月1日が締め切りとなっています。今年の締め切り日ですので、ここだけご注意ください。通常は3月末、3月31日が消費税申告の締め切りとなっております。そして本日の内容なんですけど、まず1つ目、消費税申告が必要な人はどういった方なのか。2つ目、消費税の計算方法、2つの方法についてしっかり解説をします。そして最後3つ目、 e-tax などを使った作成方法について解説をしていきます。そして最後注意点、特にですね、2割特例が使えなくなった方が簡易課税に切り替える時の届出について気をつける点ありますので、しっかりと動画最後までご覧ください。それでも早速、消費税の申告が必要な人がそもそもどういった方なのか説明をしていきましょう。はい、こちらになります。消費税申告が必要の方、こちら図を、紹介しています。図1、図2の方がまず消費税申告が必要な方になります。そしてさらに5文章でこのパトカーマークついているのが3つ目の消費税申告が必要な人になりますので、順番に解説していきます。まず図1のところですね、令和3年、これが基準期間と呼ばれるんですけど、令和3年の課税売上高が1000万円を超えている方、この方は令和5年の課税事業者、令和5年は消費税の申告が必要な人になります。ですので、逆に言うと、令和5年消費税が必要なのか必要でないかの判断は令和3年前々年で判断をするということになります。令和3年が1000万超えてない方は令和5年は免税事業者になるというわけですね。今図で見ているように、課税売上高が1000万円を超えている方は令和5年消費税の申告が必要な人に該当します。次、図2、こちら本日ね、動画見ている方ではかなり該当する方少なくて、ごく少数派になると思いますので、サクッと説明をします。この特定期間というのがありまして、令和4年の特定期間、1月の1日から6月30日の課税売上高がですね、1000万円を超えている場合は、令和3年度が1000万以下でも令和5年は課税事業者になりますよというルールになります。こちら下に米印でね、重要なポイントも書いてありますので、ぜひ一読しておいてください。そして3つ目、これも該当する方多いと思います。免税事業者だったんだけども、令和5年の10月からスタートしたインボイス制度に伴って、インボイス制度に登録届出をした人、この方はですね、免税事業者でも強制的に令和5年は消費税の申告が必要な方、課税事業者となります。では消費税の申告が必要な基本のパターンを押さえたところで、消費税の計算方法について次のスライドから見ていきましょう。消費税の計算方法です。消費税の計算が3つ方法があるというふうに頭に入れておいてください。以前はこちらの青いところ、一般課税と呼ばれるものと簡易課税と呼ばれる2つの計算方法だったんですけど、インボイス制度をスタートしたことによって、皆さんも聞いたことあると思いますが、2割特例という計算方法が新しくできました。これ特徴を順番に見ていきましょう。まず2割特例なんですけど、インボイスの保存が不要になります。そしてこちらは要件がありまして、売上高が1000万以下の方しか使えませんので、お気をつけください。そして2割特例を使う場合は、事前の届け出は不要になります。では次ね、一般課税を見ていきます。一般課税というね、方式あるんですけど、おそらくこの方式使う方はですね、税理士に依頼するなどしている方が多いと思います。本日動画を見ている方では、おそらく一般課税使おうと思っている方かなり少数派だと思いますので、詳しいね解説は避けようと思います。スライドでどういったものか少しだけ簡単に触れますので、
そちらで押さえておいてください。では3つ目、簡易課税の計算方法について紹介をします。簡易課税はですね、売上税額にみなし仕入れ率をかけた金額で税額を計算します。簡易課税も2割特例と同じくインボイスの保存は不要です。その代わり、簡易課税を使う方には売上高に制限があります。その売上高がいくらかというと、課税売上高が5000万円以下の方は簡易課税は使えませんので、こちらを押さえてください。課税売上高が5000万円を超えたらですね、一般課税の方法で計算をするしかないというふうに覚えておきましょう。そしてこちら1点注意点なんですけど、簡易課税を使いたい方はですね、事前に税務署に届け出が必要となってきます。こちらの表でですね、3つの計算方法の基本ルールを簡単に押さえれたと思います。この表ね、少しちょっと頭に覚えていただきながら、この後のスライド見ていただけるとより理解が深まると思います。そして本日この動画見ている方、ほとんどの方が2割特例か簡易課税使って消費税の申告しようかなという方が数が多いと思いますので、この2つの方法に絞って紹介をしてきたいと思います。まず最初は簡易課税の方法から紹介をします。はい、では簡易課税について紹介したいと思います。この簡易課税を紹介する前に、ちょっと一般課税の紹介の仕方が消費税の計算の基本ルールとなりますので、そこだけさらっと予習をします。まず消費税の計算をするとき、要は消費税の税金の金額を計算するときの基本ルール、考え方のルールとして一つこちらをね、押さえておかないとこの後の話ちょっと分かりづらくなりますので、押さえておきましょう。原則方式、一般課税とも呼ばれるんですけど、一般課税の消費税の税額計算は、ご自分が請求書した取引先、売上をね、請求するときあると思うんですけど、それに消費税に乗せて請求することが多いと思うんです。その取引先から振り込まれた消費税から、自分が実際に経費の支払いをするときにも消費税って払えますよね。例えば5万円の仕入れをした、5万円の経費を払ったときに5万5000円払ってるはずです。そして実際に自分が取引先から入金した消費税額からですね、自分が実際に支払った金額、支払った消費税を引き算して、その残った金額、差額を国へ消費税として納める、これが基本的な計算のルール、考え方の基本土台となりますので、ここ一旦押さえてください。原則課税、一般課税と言われるものはですね、自分が1年間ビジネスでした取引全ての動きをですね、消費税金額を出して引き算をして国に納めるという方法になります。ですのでかなり複雑になるので、この動画を見ている方はおそらく簡易課税か2割特例で消費税の計算をする方が多いと思います。ここで一旦消費税の計算方法の基本ルールというのを学びました。では次のスライド行きましょう。はい、では簡易課税制度っていう計算方法があるって言ったんですけど、じゃあこれはどうやって消費税の金額を計算するのか紹介をしていきます。こちら簡易課税制度を選択した場合の計算方法なんですけど、売上の消費税額から仕入れ経費の消費税額を差し引いて納付をします。これ先ほど言ったね、基本ルールと一緒ですよね。売上の消費税額から実際に自分が支払った消費税額を引いて納付すると。ただしこの仕入れや経費の消費税額をですね、みなし仕入れ率というのを使って計算するのが簡易課税制度の大きな特徴になります。このみなし仕入れ率って何ですかってね、皆さん思うと思うんですけど、皆さんがしている仕事によってですね、業種ごとにこのみなし仕入れ率が決まっているというふうに考えてください。第1種から第6種まで決まってます。こちらの表を見ていただきたいんですけど、第1種は 90%、 第2種は 80%、 第3種は 70%、 第4種は 60% というように、その方がどこの事業区分に入るかによってみなし仕入れ率が変わってきます。これ言いますと、皆さんどうして第3種の方は 70% なんですかって質問する方がいるんですけど、これもうルールとして決まってる、算数とか数学で言えば公式みたいなものになってます。おそらくこれはこの業種だったらこれくらいの経費の支払い、経費の消費税額の支払いがあるよねっていう平均値で決めているものだと思うんですけど、みなし仕入れ率は決まっていてですね、私たちがどうこうして変更できるものではありませんので、該当する業種によってこのみなし仕入れ率を使うんだって頭に入れて次へ進んでください。2ページ目の例というふうに出てるんですけど、この方はぬいぐるみ製造業を行っている方になります。その方は第3種に該当するので、じゃあみなし仕入れ率 70% となりますよというふうに、このように表を使います。そしてこの 70% という数字を使って納税する税額を計算するんです。こちら左に例が載ってます。こんなこと実際ないんですけど、このぬいぐるみ製造者が1
件しか売り上げがなくてですね、まあ、1000円のぬいぐるみしか売れなかったというふうに仮定をしてください。1000円の売上高に対してこのぬいぐるみ製造業は第3種に該当しますので、みなし仕入れ率が 70% と計算をします。1000円 ×70% をかけるとですね700円になります。この700円が売上から引くこの仕入れ経費の消費税額となります。ステップ2とありますけど、これ売上高1000円からですね、今みなし仕入れ率を用いて計算した700円を仕入れ税額控除ということで引いた差額300円を納付する。この300円が消費税の納付になるということになります。ですので簡易課税の特徴としては、売上高さえ分かればみなし仕入れ率を使って消費税の税額を計算することができるということです。その分計算の負担が原則課税や一般課税と呼ばれるものに比べますと比較的負担が少なくなるということで、簡易課税というような名前がついているイメージになります。ただし先ほども紹介したように簡易課税は課税売上高が5000万円を超えると使えませんので、そこだけご注意ください。そしてこの皆さん、みなし仕入れ率が業種ごとに決まってるっていうところにね、次の質問が来ると思うんですよ。この業種によって仕入れ率が決まっているんだけども、 JWA は一体どこの業種に該当するのか、この後しっかりとね判断の方法を紹介していきますので、引き続き動画の方をご覧になってください。ではどうやってこの1種から6種が分かれているのか、次のスライドを見ていきましょう。こちらが簡易課税の業種区分というものになります。これ以下のように区分しますということで、このように第1種から第6種についての説明がありますので、自分はどこの業種に該当するのか一度読んでみてですね、自分は第3種だとか、自分は第5種だな、6種だなというふうに判断していただければと思います。こちらも国税庁からの表を引っ張ってきております。さらにこの表を見てもよく自分はどこだかわからない方、次のスライドでフローチャートも紹介します。はい、こちらもですね国税庁の表から持ってきたものなんですけど、業種区分のフローチャートがあります。こちらではい、いいに沿って、ね、進んでいってですね、ご自分が第1種から第6種どこの事業区分、どこの業種に区分になるのかなというのをチェックしていただければと思います。さてここまで紹介してですね、このフローチャートなど使っても判断つかないという方は特殊な方になりますので、この判断基準を間違えるとですね、本当は第1種なのに第3種っていうふうに計算してしまうと消費税の金額が変わってきます。ですのでそうなるとね、大きなミスとなりますので、心配な方や業種区分がどうしてもわからない方、判断が迷うなって方は税務署の方に相談をしてください。こちら最初の表に戻りますけども、ここのね業種区分を間違えてしまいますと、みなし仕入れ率が変わってきまして納める税額が変わってきます。ですのでしっかりと皆さんどこの業種に該当するかっていうのが、この簡易課税制度を計算する上では非常に重要な箇所となってきます。ミスのないように、またミスを防ぐために心配な方は税務署に確認をしましょう。はい、そしてフローチャートの方戻ってきましたけど、今紹介したこちらの図、概要欄に URL で共有しておきますので、もう少し詳しく見たいなとかね、この画面上だと見づらいって方、ぜひそちらの方をチェックしてみてください。それでは次は、2割特例の計算方法について一緒に見ていきましょう。はい、こっからがですね、2割特例の計算方法について一緒に学んでいきましょう。はい、まず2割特例を利用できる人というのがあります。2割特例を適用できる事業者がありますので、ここしっかり押さえてくださいね。これよく勘違いされる方がいるんですよね。2割特例の方が得だから、自分はもともと消費税の申告してて課税事業者なんだけど2割特例で計算しようって方、そういった方一定数いらっしゃるようなので、ここしっかりと押さえてください。2割特例を利用できる人という条件はですね、インボイス制度を始まったことがきっかけで、今までずっと免税事業者だったんだけどインボイス制度を登録して課税事業者になった方が適用できるのが2割特例になります。ですので基準期間2年前の課税売上高が1000万を超えている方は2割特例をそもそも適用できませんので、ご注意ください。今回の年で言うと令和3年の課税売上高が1000万を超えてるか超えてないかで判断をするということになります。またインボイス事業者の登録とは関係なく課税事業者となる方、まあそもそも課税事業者ですっていう方はですね、適用ができないということになります。そしてこの2割特例のもう一つの特徴として、今見ているスライドの2つ目の項目に上がってるんですけども、一般課税簡易課税どちらを選択している場合でも事前の届け出はなしに2割特例は使うことができます。なので2割
り特例は届け出が必要ないということですね。もう一回最初の表少し一緒に戻りましょうか。はい、先ほどね紹介したスライドのこちらになります。2割特例を使うときは届け出は不要、その代わり簡易課税は事前に届けが必要なのは気をつけましょうということを紹介したと思うんですけど、このことになります。ではもう一回スライド、さっきの2割特例の方に戻りますね。ですので2割特例を利用できる人はまとめると、インボイスで免税から課税事業者へ自動的に変更になった方、つまり課税売上高が1000万以下の方が2割特例を利用できる人となります。ここしっかりとまず押さえましょう。では次に2割特例が使える期間について次のスライドで紹介をします。こちらです。適用期間が2割特例にはあります。適用期間はですね、令和5年の10月の1日から令和8年の9月30日ということで、適用期間が今のところ決まっております。令和8年の9月30日で終了する予定です。ということはですね、免税事業者であり続ける方がどれだけこの2割特例を使えるかというと、最大計4回の使用ができます。ここご注意くださいね。最大ですので、2割特例1回使えばずっと最大この4回使えるわけではありません。要件から外れてしまえば2割特例使えなくなります。マックスで計4回使えるっていう意味合いです。では次に少しこのね下の図を見てみましょう。免税事業者である個人事業主が令和5年の10月1日からインボイスを登録してスタートした場合ですね、ここの令和5年から令和8年ということで、最大4回2割特例の計算方法を使うことができるという表になっています。これね、表になってるとねちょっと分かりやすいし、イメージもつきやすいかなと思うので、国税庁の方からこちらの表を紹介させていただきました。では次に、じゃあ2割特例で計算すると消費税の税額っていくらぐらいになるのと思う方多いと思います。概算を出す計算方法がありますので紹介をします。こちら2割特例の納税額の概算方法になります。2割特例で計算した場合、どれくらい税金払わないといけないのかという概算額を出すシンプルな計算式になります。ここにあなたの売上収入金額を入れてですね、この公式を使うと納税額がだいたい概算で出るということになります。注意点がねいくつかありますので、ここだけ気をつけてください。この飲食の売上や収入がある場合もですね、ここの数字が変わりますので、ちょっとねここだけご注意していただければと思います。あとこの売上についても3つ注意点ありますので、こちらの方3つの注意点読んでいただいて、自分の納税額2割特例使ったらいくらぐらいなのかなという概算を出すのにぜひご利用ください。では次のスライドで2割特例を使った確定申告 e-tax を使った場合どういった画面なのか少しだけ紹介をしたいと思います。はい、こちらが確定申告作成のトップページになって、もうね所得税の確定申告作った方、このページから入っていった方ね多いかと思います。消費税も同じページから入っていきます。作成開始を押す方もいればですね、保存データを利用して作成する方2パターンいると思うんですけど、どちらかを選択して画面を進んでいただいて、所得税ではなく消費税の確定申告を作るを選びます。進んでいくとこのような画面に行き着くと思います。2割特例の場合のこの入力方法なんですけど、ここの一番上に売上高、皆さんが所得税の計算の時に計算した売上高というのがあると思います。その売上金額を入れます。この方ね例えなんですけど、もう入ってるんですけど2099120円だったという風なね計算が出た、結果が出たということで、ここに売上金額を入力してみます。そしてここ気をつけてほしいんですけど、今年令和5年の10月の1日からインボイス制度がスタートした年ですので、10月から12月の3ヶ月分の売上金額を集計して入れればいいということになっています。ここお間違いのないように気をつけてください。1月から12月分ではありませんので、ここだけねご注意いただければと思います。この2割特例を使う方はそもそも令和3年が1000万以下の方ですので、インボイス制度に登録したことによって課税事業者になった方となります。ですので1月から9月はですね、まだインボイス制度という制度が導入してないので免税期間なんですね。課税期間になるのが10、11、12の3ヶ月だというふうに覚えておいてください。そしてこれ今年だけの特別な例で、次の来年令和6年は1月から12月もうすでにインボイス制度が走り出してますので、こういったことをねする必要はない方が多いと思います。もう一点注意点があります。インボイス制度を10月1日から登録したんではなくて、11月の10日から登録したとか、12月の20日からインボイス制度を登録したっていう方もいると思うんですよ。その方はですね、10月から12月ではなくて、インボイスの登録日から12月の間の売上金額を入れることになります。
こも注意点となってますので、しっかりと押さえてください。そしてこの後ですね、進んでいくとですね、この国税庁のソフトの方が納税額を自動的に計算をしてくれます。この場合だと 36,900 円というふうに出るということになってますので、この画面が出たらですね、ほとんど消費税の申告終わったというふうに思っていただければと思います。この後表示に出てくるのは、納税どのようにしますかっていうようなもの、また印刷画面などに切り替わります。この2割特例の e-tax での細かい入力方法や指示についてはですね、国税庁から細かく紹介した PDF があるんです。その PDF 概要欄に共有しておきますので、それ見ながら多分ですね、消費税の確定申告作成した方がハードル下がると思いますので、ぜひそういったものを見ながら入力するようにしてください。では次、皆さんが気になってるであろう、この免税取引、この付加税取引って何だろう、この欄は何ですかっていうふうになると思うんですけど、これはですね、この売上の金額の中から、例えば免税取引があった、付加税の取引があった場合にはですね、売上金額から引くことで消費税の税金額が下がる、低くなるんですね。なのでこの免税取引に該当するものがなかったか、例えば付加税取引に該当するものはなかったのか、チェックする必要があるわけです。では皆さん、これどのようにチェックすればいいのか、次のスライドで簡単にね紹介しますので、ぜひご覧になってください。消費税の取引ルールになります。こちらの表非常に見やすいですので、国税庁の方から引っ張ってきたものになるんですけど、これを見て判断してください。このように付加税取引になるものの例、また非課税取引になるものの例、免税取引はこちらというふうになってますので、これの取引ルールの範囲に沿っていただければですね、先ほど言ったところの項目、要はこの項目に該当するものを入力しないと、自分がね消費税の金額高く払ってしまうことになりますので、しっかりとこういう取引が何かチェックするっていうことも大事なポイントだと思います。ない場合ももちろんありますので、こういった取引がない場合はそのまま消費税の金額計算してもらっても構いません。代表的なものを一つ紹介しておきます。こちらですね、補助金など対価性のないものは消費税の課税対象外、付加税取引となるわけです。ですので皆さんの中で補助金の入金があった場合にはですね、こちらの補助金分は除外して消費税の申告を計算しないと、自分が損をしてしまうということになります。しっかりとここの取引ルール押さえておきましょう。はい、というわけで注意点に移りたいと思います。消費税申告はルールがすごく意外と複雑です。本日話した内容が消費税申告の全てだというふうに思わないでください。もう本当に基本的なところのルールしか解説をしていません。皆さんが必要であるだろう部分をピックアップして解説してますので、消費税の申告っていうのはもっとルールが複雑だというふうに思ってください。例えば届出関連についてルールが複雑ですので、この届出関連をミスると、簡易課税使う予定が使えなかったとかいう風になります。ルールを理解することが大事です。そして先ほど紹介したように、消費税の計算方法は3つ種類が今あります。2割特例と一般課税と簡易課税、この3つの方法で自分がどれが使えて、自分が一番有利な計算方法はどれかっていうのもね、判断しなければいけません。2割特例使った方がお得な方っていう方が圧倒的に多いんですが、中にはですね、簡易課税で計算した方が消費税の金額が少なくなるっていう方も実際いらっしゃいます。そういった計算方法の選択をしなければいけない、そして届出が必要だったり必要なかったりというふうに、いろいろとルールが複雑ですので、しっかりと押さえないとですね、消費税はね、意外とミスが多い、そしてミスがあるとですね、税金額が大きく左右されますので、皆さんしっかりと知識をつけて申告臨むようにしてください。そしてこちら、納付期限について意外と皆さん勘違いされているんですけど、提出日と納付日というのは基本的に同じです。こちら所得税は3月の15日に締め切りでしたよね。消費税は今年は令和6年の4月の1日です。通常は3月末ですのでお気をつけください。今年はたまたま土日があるということで、4月1日に消費税の申告期限がなっているだけです。そして口座振り替えの手続きをされている方は4月の30日に口座から引き落としされますので、その時にまでにですね、入金をしておくなどなど、資金繰りをしっかりとしておきましょう。例えば現金で払う方はですね、消費税の提出日4月1日で、納付日も4月1日ですので、ここ一緒になりますので、払い忘れのないようにしっかりと押さえておいてください。では最後、重要な注意点1点ありますので、しっかりとこちらですね、押さえていただければと思います。
はい、こちら最後ね、重要な注意点になります。2割特例から簡易課税にしたい、また2割特例が適用できなくなって、その次は簡易課税にしたいという方、簡易課税制度は先ほどから言っているように事前に届け出が必要です。このスライド見ながら見ていただきたいんですけど、2割特例を適用した課税期間があったとします。その次の年はですね、2割特例が適用できない課税期間だった場合、そしてこの年に簡易課税制度を使いたい場合にはですね、この届出書を適用受けようとする課税期間の末日までに、この簡易課税制度使いたいですっていう届出を税務署に提出するという必要があります。ここだけ押さえておいてください。これ知らないとですね、簡易課税でしようと思っていたんだけども届出してなかったということで、計算が大変な一般課税と呼ばれるものを使わざるを得なくなる方出てくるかと思いますので、しっかりと押さえておきましょう。そしてここですね、適用受けようとする課税期間の末日まで出せばセーフですよって話をしたんですけど、これは2割特例が使えなかった方の締め切り日となります。原則的な消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限、これが簡易課税にしたいという届出書なんですけど、適用を受けようとする課税期間の初日の前日となります。これが今までのルールで、2割特例を使っていた方が適用できなくなった場合はこちらまでに出せばいいんですけど、今まで通りのルールとはこの届出の期間が違いますので、ここ誤解のないようにしっかりと押さえておいてください。というわけでですね、今この紹介したスライド1枚だけでですね、消費税の申告が複雑だなっていうことが分かったと思います。消費税の申告ルール、基礎的なものだけでもいいので、しっかりと押さえて無事に消費税の申告が提出できるようお祈りしております。私はオンライン上で税理士を味方につけるということで、オンラインサロンを運営してます。 Facebook の非公開グループで運営をしていて、メリットが4つあります。1つ目のメリットが専門家のサポート、24時間いつでも質問と相談をすることができます。文章で投稿したものに対して私が文章でコメントで返信をするということになってますので、チャットのようなイメージを持っていただけると分かりやすいかと思います。2つ目、メンバー全員起業家ばかりですので、情報共有ができるということで非常に好評です。そして3つ目、最新記事のインプットが可能です。平日毎日私がビジネスに関する記事や SNS の裏側、 YouTube や TikTok の裏側などなど、オンラインサロンに記事を上げてるんですけど、その記事の購読権利がついているっていうのがオンラインサロンのメリット、特典となっております。そして4つ目、サロンメンバー限定で Zoom 会議を定期的にしています。この Zoom 会議に参加できるのはオンラインサロンのみの特典となっております。この Zoom サロンなんですけど、3月は開催する予定となっておりまして、確定申告お疲れ様会ということでですね、確定申告で大変だった点、一体みんな何につまずいたか情報共有をしようということで開催が決定しております。以上4つの特典ありますので、もう少し詳細知りたいって方はですね、オンラインサロンのホームページ飛べるようになってますので、概要欄の方一度クリックしてみて覗いてみてください。参加お待ちしております。はい、そして YouTube チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。また冒頭に紹介したように、ビジネス書2冊出版しております。どちらも Amazon Kindle 版ありますので、概要欄から飛べるようになってますので、一度チェックしてみてください。そして各 SNS やってますので、その各 SNS も概要欄から飛べるようになってますので、ぜひ一度飛んでいただいてフォローしていただけると嬉しいです。はい、というわけで本日の動画は、次は消費税の申告の締め切りが来るということで、今更聞けない消費税の基本について、またね、2割特例を使った方法、簡易課税を使った方法を紹介させていただきました。確定申告、皆さんね、所得税も出された方が大半だと思います。本当に確定申告お疲れ様でした。まだね、消費税の申告残ってるって方はですね、こちらも早めに終わらせて、提出期限まで提出して、ようやくですね、確定申告全部終了という風になると思いますので、もっと最後残ってる方は頑張ってください。そして今年の確定申告シーズンもですね、たくさんの方が動画を見てくださいました。もう2年前、3年前の動画までね、見てくださってる方が多くてですね、昔作った動画にコメントがついたりとして、本当にありがたい限りです。また引き続き自営業フリーランスに役立つ動画出していきますので、今後もですね、 YouTube、ぜひご贔屓にしていただけると非常に嬉しいです。しばらく本日の動画をもってですね、確定申告シーズン明けのお休みいただきたいと思います。そこだけご了承ください。またの YouTube でお会いしましょう。自営業専門税理士川南でした。それではまた。